どうもみなさん、こんにちは、ワットンでございます。というわけで、やっぴーサイコ続き遊んでいきたいと思いますと。まあ、前々回にね、一応エンディング迎えたんですけども、まだまだなんかやることがあると。あ、あれなんか今、普通じゃなかった霊トラの幽霊って。なんかもっと顔崩れてたよね。あれいや、普通だな。あれ あこいつもらった。あれベルベルベルバリアブル3155。うん,んほら、いる。ま <laughs>、いたよな。いる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 。揺れる,る。揺れる,る。揺れる,る。揺れ、はあ、る,る。揺れる,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 る。ちょっと待って。あれ、触れれない。今、いたんだよな、幽霊。えー 絶対いたって幽霊。ここでさ、ベルベルベルバリアブルの謎が分かんないかなーと思ってやってたんだけど、なんか、んあ、あーなんだこれやべえ、なんか、見えないところを発見した。え、バグじゃないよね、これ。え、なにこれ、ブレイブメンロードみたいな。なんかあったりすんの、ここら辺。ここら辺さ、新トラの幽霊通ったんだよ、一回。え、でもなんもなくないこっち来たはいいけどなんもなくないえ、でも別になんもない、ここ来ても。本当にバグ いや、あからさまに一マスだけあんなあるっておかしいよな。もっと下行けばなんかあったりするえなんか見つけたけどなんもないのここ。マジで。なんか知らずにどこにいるかわからず上行きよるけど。んあっあった。なんだこれ。ゾノの生えた悪魔の像。悪魔と男性の像悪魔みたい。あこれなんかシントラのオフィスって、オフィスっていうかあったよね。銅像のとこで。 え、そんだけ暗くしたらなんか見えるとか。そういうわけでもないよな。絶対なんかあるでしょ。こんなとこにオブジェクトあるってことは。ええー、さっき見た、チントラの幽霊っぽいやつにしろ。この隠し扉にしろ。何かしらあるとは思うんだけどな。ここだけオブジェクトがある。というのもおかしな話。お え、何これちょっと待ってシントラのセリフ飛ばしちゃったよえ、戻れないあ,あのすいませんここ落としてくれるここから出たいんだそりゃそうしたいけど列を見たっちゃダメなんだええああ悪魔いるちょっと待って助けてちょっとおいで落ちちゃうちょっとごめんって違うってなんであのシントラなんつったらシントラいるししかもなんでなんで あいつナイフさす隙間に一瞬うぇ君を選ぶ理由はえあえ、ああつそれは次、次え。何え,え、なんつったあのシントラいたよなでも、明らかにしかも、実績解除したしちょっと待ってもう一回、もう一回生きるかなあれ通んない1回通ったらもう無理1回通ったらもう無理ですか、これ うん。通らん。無理だわ。一回だけだな。もしかしたら俺がね、見逃してるだけでもう一回いけるのかもしれないけど、ちょっと今回は無理でした。多分まあ、一時停止かなんかで画像を出しとくと思います。とりあえずなんか見つけたな。でも結局あのヒントもベルベルベルバリアブル3105のなんかヒントではないんだよな。で、もう一個。気になるのがさ、その前回これゲットしたじゃん。赤い角ル少し血のように見えるって。 でさ、ずいぶん前にチントラがさ、このカクテルのことをさ、悪魔の血よって言ったのよ。で、なおかつ、ここでなんか悪魔の血かなんかっ言ったよね。登ンアート。これこれそう。説明には悪魔の血と書いてあるって。これ、使えるあ、使えた。いけた、本当に。に。俺結構適当だったんだけど、今の。多分ないだろうなと思って言ってたんだけど。マジか、いけるんだな。 崩壊っていう実績解除だなんだこれまさかヒントかベルベルバリアーブルの。ヘクセンハンマーと書いてある。なんでこんな場所にあるんだろう。なにここうわーめっちゃバグってる。こっ。これは一体い。なにちんとらいいのこれ。全部ヘクセンハンマーと書いてある。全部ヘクセンハンマーだ。なんでこんなにたくさんあるんだろう。 えヘクセンハンマーっていっぱいあるのそれとも歴代の奴らが持ってきたヘクセンハンマーがあったってことどこも電子版のヘクセンハンマーでいっぱいあ僕の役に立つとない。えぇ、ー。これだけなんか特に隠し通路とかもあるわけじゃないし、1個だけファイルのやつもあったけど、これも違うしね。1個だけじゃないな。よく見たらあるわ。えー、これだけだなぁ。ないですわ。戻る最中なんか襲われるとかないよね。え何、ー、なんもねー 何隠し要素っぽいものなのかな通りには関係ないのじゃあ戻りますか。ここほど特っとくわ。なんか全部売るのはちょっとねっていう。はい、ありがとう。さて、問題はベルベルベルバリアブル3155。3105だ。ベルベルベル。これベルって。えー、でも関係ないよな。ベル。ってなるだけだもんな。ベル。 ベル。あれなんねあれベルベルベルのベル3回目やったなんね ?3、1、あ、っに進まん。もしかして ?0、5。あ、違うんかなんだよ、違うのかよ。え、でもさ、階層をしても移動しないってことはさ、5ここがコードの入力場所じゃないああ、違うか。 今一瞬進んだかと思った。もう一回コード確認しに行きますわ。間違えている可能性がある。あ、3155だったわ。さっき最初に言ってたんだ。一番最初に3155ってあったのか。コード間違いだったな。えー、ベル、ベル、ベル、3、1、5、5。おコルボってなった、今。 コルボだ多分これコルボって読むよね。え ?1 階に繋がったえ、どこここあんた。これさ、あれ4階にもあったよね。あ行ってそこにもあんのかい、てめえ。用意周到というか、なんというか。いや、これあれだろうかな。あのー、コルボの隠れ家的なところああ、カラスだ。多分鍵だ。 びっくりした中に風が迫ってきてなんか人がいるように見えた。金ゲットえ進んだもしかして。初めてコードの謎を判明させた。判明させたコードの謎が解けた。よかった。これはドアに鍵がかかっている。なんかこれ的にコルボのカードキーセットとか。本当に合ってた。R コルボの ID カードを使用した。オープン。ああ、ジュース。 ひがみだあなたは勘で動く人だけどこの重大な時は自分以外誰も信じてはだめ葉山について私が言ったことを思い出して EN そうだな R ルコルボイがやと2人いるんだよなひがみだ正しい友よ素晴らしいニュースね彼女の隠れ家が分かりナイフを手に入れないは秘密の入り口を壊すのは時間の問題を AM そう EN と AM がいるんだよ壁に金色の鍵が分か,かっている金色の鍵を受け取った 家族墓地と刻印されている。あの手紙っていうか本は読めないんだな。戻ってきたぞ。え、マジで家族墓地の鍵ゲット待って、泣けなしだけど一回セーブするわ。いや、マジか。鍵ゲットだな。あ、そう。あと一個ね、なんか、調べると、 なんか、このガラス魔女の髪使おうと面白いよう的なこと言われたんだけど。あ、使えた。え悪魔っていう字書いてた。なんだよ。ああ、蛇のマーク。鏡で見ると、蛇のマークは S じゃなくて2に見える。確かに2だね。2? どう俺やん。前の俺やん。えっていうだけの演出 ああ、鏡にはもう俺が悪魔になった。待ってよ、二か家族墓地に行く前に、あ、なんか点滅してるからできるかなとかできた。画面にメッセージが表示されている。イントラネットがまた壊れた。20年前のメッセージが届いた。編入社員の AM が自分を成人だと宣言するだけでなく、他の社員を弟子にし始めている。おかげで、厄介な、仕事、おかげで仕事が厄介になるが、彼女は確かに感じたことないほど穏やかなオーラを漂わしている。 はあなんか意味あんのかね。で、ここ。ん早く、アミーゴ。どうしたのあ？鏡のモンションの最終回が始まるよ。何それえええー、何これユーラ実写、またミラークレジット。エピソード22話。あ、また2だ、二だ。ブランクバックホーン 何この実写やつより早く先に洞窟にたどり,たどり着かねば景色が邪魔されたらフランクバックホーン HB だしな神よ我らをお助けください何これ何を見せられてんの俺はえ え2人今いなかったお前目線のモザイクあらここにいるのは誰だいやもう1人おったよなおの服装違ったな今洞窟が私を呼んでいるダメだもう間に合わない何話が急展開すぎる 続く指コンテューじゃねえよ。何これマジ。制作総責任。エグゼクティブプロデューサー。はあ。でも、AM いたない、今一瞬。わあ、すごい最終回だ。続くって言っときながら最終回なのうーん、今までこのドラマを見たことなかったから、一体何が起こってるのかよくわからなかったよ。僕もだよ。僕は全部見てるのに、お前も見とってわからんのかい エヴァみたいなもん。そうそう、2を教えてほしいんだよ。買って、2番。2には用心しろよ、ブライアン。2はすべての数字において最悪の数字だ。群数の極端な例だ。いや、凶悪だ。疑いとためらいを合わせ持ち、いくつもの異なる道を持つ数字。2は奥深い人間の二面性や不可能な対称性の魔性の,魔性の魅力、未知のものに対するおどましい恐怖を象徴している。 共同させるにブライアンには間違いなく最悪の数字だ悪の神だに2がそんなに悪いの混乱させないために言っとくけど2は似たものが2つあるというわけじゃない全く同じものが2つあるんだあれ、ま、で鏡のようにねさっき鏡で鏡見せましたねもしかしてさっき鏡見たからこれが解除されたのかなそんだけだな別になんかヒントはもらえてないなまあただ私にはねやっ 手に入れましたからこの奥の墓地の鍵をえここだよね多分家族墓地だから豪うしそう墓地に入る鍵を使ったオッケーあーまたフクロウだしかも使い魔のフクロウじゃんこいつ見覚えのあるフクロウだあれだね一番最初の図書室であったボスの男でいたよねフクロウねエントラ一家のお墓のはずだけど知らない名前がある ああ、ふっきみ。ゾンビでも出そうだな。音楽。うおぉ、ここにいたのか。ああ袋水飲んだな。なんか意味あんのさっき袋はこっから水を飲んでいた。だから飲んで。え、なんか使うの毒かなんか使うってこと毒ね電池とか。インク使うか。電池 飯使うわけじゃないしなぁ。だって飯使うっていうか飲むだしな魔女の紙違うかぁ。鉛筆。ケミカルライト。あ、間違い、装備しちゃったよ。違う。血まみれた鍵を洗う違うかぁ。睡眠薬おもし睡眠薬を混ぜたら、睡眠薬を使った。えで、どうなんの袋どこ行ったあいつえ、一回切りもしかして水飲むチャンスあ、こ,ここにあるじゃぁ。出た、ビデオクラブミステリーイオーしという BH ステープだ。 もう、こんなとこにまんのかいビデオクラミステリオ。会員二人しかいなくて鍵がかかっているはずなのにどうやって見つけたんだよ、こんなとこ。えい、ー、袋。水飲め、水。あ、寝た。構えた。爆睡している。近くで見ると、片方の目がガラスみたい。えー、取り出してみる行ってみようか。ガラスの目を手に入れた。ごめん、袋さん。あれの邪魔にしない方がいい。ガラスの目。 はあ。じゃあ、この先の前に、さっき手に入ったビデオテーブ見ようか。で、今回は終わりにしよう。まあ、次回はね、この先行きましょうか。まあ、なんかじらすなよとか思うかもしれないけどね、ちょっと先にね。多分ね、このまま行ったらね、中途半端とかで終わりそうだからね、次回ちゃんと攻略したいなって思っているので、見たくないけど、見に行きますか。じゃあ見ますか。ビデオクラブミステリーを、亡霊だったからさっきの。ちょっと待ってね。亡霊か。題名怖いなー見るか。アピアランス。 幽霊。墓地だね。燃えてるね。彼女の存在をもっと強く感じる。なんで急に止まった怖いがえ、怖い怖。やめろよ、マジで。ええ、もうマリアかな、これ。アレコーベかなああ、ビデオクラブミステリオン。 いやー、よくわかんなかったな、相変わらず。まあ、ただ怖かったけど。はい、というわけでね、本日この辺で終わりたいと思います。進んだからまたセーブしようちょっとなんのもうやばいな、魔女の髪にもうないわ。やっちまったなー、もう魔女の髪ない、チーズもないから。次回以降はまたちょっと現地調査としなきゃいけない。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。